大大変大事なことだとだ思っております当然この映画は後者の絶対に忘れてはいけないことそれを我々がメッセンジャーとして事実として、えー、この映画にどう刻むかこの映画を見てくださった方がどういう思いになられるかどういう思いを抱くか、えー、それを本当に大事に映画を進めていきました非常にハードルの高い作品になることは間違いないなと思いました そのすべてのハードルを超える気持ちを企画されたんだということを即座に理解しましたしそれにはあ、まあ、受けて立つといったらおかしいんですけれども、えー、参加させていただこうというふうには思いましたそれともう一つ「えー、許されざる者」という映画を撮った時に、えー、佐藤浩一君と一緒に映画をやらせていただいたんですけれども浩一さ あの100本目の記念作品は俺どんな役でも出るからねっていうふうに言ってましたらば最近多作なもんですからいきなり100本をすぐ超えちゃいましてです、ねえー、その100本目にはあお付き合いはできなかったんですけれどもその時に約束した答えをこの映画で出したい、まあ、その答えを出すにはふさわしい映画になるなというふうに思いましたので、えー、その2点で本当に一緒にそのハードルを超えたいそういうふうに思いました。 いやあの本当に当然、信頼できる先輩である渡辺健さんと実は年は1個しか違わないんですけどなんか生きてきた人生が違うのか全く風格が彼の方に漂っておりまして、えー、そういう意本当にご一緒できたということはありがたいですしで本当に撮影一月以上経ってから やっとお会いできて、えー、なんか言い方妙なんですけど顔を見てちょっとほっとできたみたいなやはり戦友のような気分で、えー、一緒に頑張ってこれたなっていうそういう思いの中で、えー、この作品に従事できたと思います人間模様としてこの事故ので戦った男たちを描くんだそこに、まあ、もちろん吉田正夫という男があ大事に内容として関わってくる。 もちろんそこに佐藤浩市という素晴らしい俳優が立っていてくれることでやっぱこの映画がエンターテイメントになるんだということを確信しましたし僕はそこを頼りに吉田という男をやらせていただいたというところです少し誤解を恐れずに言いますと「伊予島からの手紙」という映画をやったときに 自分も含めてですけどこの国の民意というか論理的に検証して後世に何をこう残していくかということがあまり上手じゃない国なんじゃないかなっていう気がしてたんですね。でそれはおそらくこの原発事故でも僕はそういうことのような気がしてならないんです。ですからまあもちろんこの映画は単なる反原発 原発がいいいいいととととかか悪そうううことだけを歌う映画ではないと思ってますただやっぱりそこであったことを論理的にきちんとこんなことがあったんですということを検証してやっぱりそれが未来にとって僕たちの子供の世代孫の世代にこれが本当にあの社会にとってどうなのかということを検証する僕は材料にしてほしいそういうふうに思ってます。